こんにちは、まさに6494です。今回は奈良県の奈良市内に住む奈良女子大附属中等教育学校2年の馬場ヒーローさんが行方不明になった事件で、探しに行きますと言った動画を出したんですけど、探しに来ました。はい。なかなか奈良県なんですけど、奈良県結構遠いんですね。意外と私が住んでるところからなんですけど、本気で探そうと思ってたんで、飛んできました。 なんで、そんな長い期間というか時間があるわけではないので、すごく濃い調査というか、こういった現状ですと、現場はとか、あと近辺だけじゃなくて隣の県とかでちょっとアクセスがしやすい場所だと、ちょっと可能性あるかなと思っているので、そっちに行ってみたりとかして、ちょっと調査してこようかなと思っています。はい。結構動画でこういった、いろんなコメントいただいてて、結構いろんな貴重な情報とかもいただいたりとか、私も探しますって言ってくれる人もいたりとか、すごく温かい意見がすごく多くて、個人的にすごく嬉しかったなって思ってます。で、今回の、行方不明の事件だけじゃなくて、いろんな事件とか今後追っていこうかなとすごい思ってます。すごく、自分が興味があるものとか、あと人がちょっとこの事件について調査してくださいとか探してくださいって言った、意見とかそういったことの連絡いただいた時に、いろいろ考えて今後探していこうかなと思ってます。いろいろと解決できたらいいなと思っていて、できる限り、本当に1週間、1日か、1日に行方不明になってから、今日が10日か、11日か、日またいだね、11日、10日ちょいぐらい経ってて、携帯の電源が入ってなくてっていうことで、いろいろと考えられる、考察とかいろいろと、あったりするんですけど、そういった考えっていうか考察っていうのも確かに大事だなって思ってるんですけど、実際その現場に行ってみて、実際どうなのっていったところが一番重要じゃないかなって個人的に思ってるんで、そこの部分を、どんどん埋めてって、みんなで協力してって、最後は発見できて、普通の生活に、普通の、中学生としての生活に戻っていってほしいなとすごい思ってますね。お父さんとかもすごく心配してると思うので、その少しでも助けになればなれればいいなという気持ちでやっていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。何か新しい情報っていうか、そういったことが見つかったり発見したら教えていただけると、そういったところも調べたりとか調査したりできるので、よろしくお願いします。ちなみにですね、今本当にリアルタイムで撮ってて、これをそこまで編集しないで動画として出して、そして今すぐに寝たいと思います。普通に仕事終わりでこっち飛んできたんで、めちゃくちゃ眠いっていう、こ
個人的なあれです。完全にあれだよね、あのバックがホテルなんでわかると思うんですけど、あの普通にホテルです。はいはい、なんで、あの何か分かり次第あのツイッターとかでつぶやいたりもするし、動画としても出していこうかなと思ってます。はい、ということで今回は奈良県の奈良市内に住む、奈良女子大附属中等教育学校2年生のババアヒーローさんが行方不明になっているので探しに来たという動画でした。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。